やらなければいけないんだ、俺が。せっかくならもう少しここにいたらどう？何を言う、ブルマ。だって寂しいじゃない。それにベジータ、あんただってトランクスとまだ修行したいんじゃないの？母さん、父さん、気持ちは嬉しい。それに父さんと修行をすればきっともっと強くなれる。父さん、しばらくの間俺に修行をつけてもらえませんか？何？俺は今よりももっと強くなりたいんです。自分の世界を守るために。覚悟はできているようだな。はい、どんな修行でもついていってみせます。ってことはトランクスがまだしばらくここにいるってことでいいのね？はい、迷惑でなければ。迷惑だなんてことはないわよ。ここはあんたの帰ってくる家でもあるんだから。母さん、ありがとうございます。俺は絶対もっと強くなってみせる。俺の覚悟を見せてやる。まずは俺が相手だ。修行で少しは強くなったところを見せてみろ。はい、父さん。バカめ、チャンス。みんなの力を貸してくれ。引っかかったな。畳みかける。どうした？ザマスやブラックと戦った時はこの程度の力ではなかったはずだ。自分の意志で怒りを爆発させてみせろ。己の限界を超えるパワーを引き出せ。はい。次は俺が行かせてもらおう。まさかコハンさんの師匠であるピッコロさんとこうして手合わせできるなんて。そういえば未来の世界のコハンはお前の師匠だったな。せっかくの機会だ。コハンから教わった魔族の技を鍛え直してやる。本家本元の魔族の技だ。どうした？みんなの力を俺に貸してくれ。最後は僕ですね。それにしてもすごく強くなってますね、トランクさん。僕は学業に集中していたんだ。修行を続けていたんだ。いいえ、俺なんかまだまだです。こんな機会めったにありません。全力のパワーでお願いします、ごはんさん。はい。みんなの力を俺に貸してくれ。全然かなわないや。
ここまでですね。負けました、トランクさん。いえ、戦っている時にゴハンさんの内から秘められたパワーを感じていましたよ。もしもその力を使われていたら、正直どうなっていたか。いや、力を解放できていたとしても今のトランクスさんに勝てていたかどうか。本当に強くなったんですね、トランクスさん。ゴハンさん、俺は世界を。何？クリリンをスカウトしに行ったのか？で、一チーム10人で力の大会で優勝したら、前みたいに何でも願いが叶うのか？はい、スーパードラゴンボールで。ゴハンさん、スーパードラゴンボールって。そういえば、トランクスさんも知らないんでしたっけ？あ、いえ。スーパードラゴンボールは通常のドラゴンボールと違い、願いの制限がないんです。文字通り何でも願いが叶うんですよ。そうか、スーパードラゴンボールを使えば未来の世界の父さんやゴハンさんたちも生き返るんじゃ。さっき見た光景を俺の世界で見ることだってスーパードラゴンボールなら。師匠の息子さんであっても情けはかけません。勝ち残るのは僕たち第六宇宙だ。生き残りをかけた全宇宙でのサバイバル。当然どこの宇宙も生き残るために必死だ。だから
第七宇宙が生き残るためにも、俺の願いを叶えるためにも。こちらから行くぞ。許さない。そんな、やっぱり師匠の息子なだけあって強い。それでも負けられない。サイヤ人の誇りにかけて完全に消えてしまえ。僕、頑張ります。全力でお相手します。塩だ。誰にも負けるわけにはいかないんだ。そこだ。許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。絶対に負けない意地と誇り、この人もまたサイヤ人だったんだ。なんだ暴走でもしているのか。力だけが有り余っているというところか。貴様のようなデクロボーなどにカカロットはやらせん。奴を倒すのはこの俺だ。後ろだ。見えてるぞ。こちらから行くぞ。畳みかける。そこだ。こちらから行くぞ。許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。ケール、お前すっげえパワー持ってんだな。第六宇宙のサイヤ人、とうとう3人目か。けどよ、あたしだって負けられねえよ。あんたの姉貴分として負けられねえよな。お前はクソ。一緒だ。やっぱあんたらも強えな、第七宇宙のサイヤ人。貴様らも大したものだ。俺たちには劣るだな。さすがはサイヤ人だ。二人とも目の前の戦いだけに集中している。これが純粋なサイヤ人だというのか。けどよ、あんたらがどんだけ強くても私らも上がっていこうぜ。ケール、おめえは大切な妹分、そして
最高のマブダチだ。私ら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強だ。そうだな。あらあら、いっちゃがり。はい、姉さん。なん、暴走が収まった。暴走が収まっただけじゃない、あそこからさらに気が高まるのか。一緒に行くぞ、ケール。私ら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。どんなにとんでもない力だとしても俺たちは負けない。サイヤ人の本当の力、貴様らに見せつけてやる。許さない。全部壊してやる。消えろ。お前を倒す。一緒だ。こちらから行くぞ。畳みかける。許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。全宇宙で最強は俺たちだ。おい、力の大会が終わったら修行して今よりも強くなってみせろ。その時にはもう一度再戦してやる。再戦って、力の大会で敗れた宇宙は消滅してしまうんですよ、師匠。そんなもの、俺が優勝したらスーパードラゴンボールで貴様らを生き返らせてやる。師匠。お前はどうする、トランクス。え？優勝した後にどっちの願いを叶えるか勝負して決めてやってもいいんだぞ。いいんです、父さん。俺の願いは他の宇宙を滅ぼしてまで叶える願いじゃない。だから父さんの願いがいいんです。カカロットにできて、この俺にできのはずがない。あの力を手に入れ、第七宇宙が優勝してみせる。キャベたちとの約束を果たすためにも、貴様はこの俺が倒す。甘い。愚かなりサイヤ人、自らの分をわきまえずあの力に手を出そうとすると。何？身勝手の極意は神であっても容易に習得はできぬ技。そんな力をサイヤ人ごときが習得できるはずがない。何がサイヤ人同士の約束だ。笑わせるな。余計なものを背負う貴様らでは勝てん。情などにとらわれ
余計なものは捨てきれない。弱い貴様らではな。バカにするな。家族を、みんなを、他の宇宙も守ろうとしていた父さんを。何も捨てずに戦おうとする父さんを。何も捨てずに戦うだ。そのような甘い考えで生き残るために正義もプライドも捨てたこの私に勝てると思っているのか。勝つ、勝ってみせる。第七宇宙も他の宇宙も俺たちが優勝して救ってみせる。見えてる、こいつを喰らえ。ねえ、許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。全力で行くぞ。たみかける。許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。全力で行くぞ。一緒だ。俺の力よ、この世界の盾になれ。俺を救ってくれた父さんの言葉を嘘になんてさせるもんか。トッポが破壊のエネルギーを放出するにはための時間がいる。奴にためを使わせないほどの連続攻撃を決めれば勝機がある。だが無駄だ。破壊の力を持つ私にお前が勝つことはできん。これが余計なものを背負う貴様らと、全てを捨て破壊神の力を振るうと決めた私との差だ。破壊神、神の力か。なら、なおさら負けるわけにはいかない。何？俺は、今度こそ世界を守る。父を、母を、妹を、消させやしない。トッポ、貴様に勝ってみせる。よく言った、トランクス。どうぞ。やつが余計なものといったものを背負うサイヤ人の強さ、見せてやるぞ。はい。ヤリックホーン。破壊。突破。終わりだ。うわ。
ランクス、未来のみんなを生き返らせてって思ったんならいつでも相談してくれよな。スーパードラゴンボールならまた1年後集めればいいんだから。ありがとうございます。でも禅王様や破壊神の怒りを買って宇宙を消滅させられたら大変ですから。それに未来の世界で父さんや悟空さんがいなくても宇宙最強を目指して自分の力で世界を守りたいと思うんです。まったくベジータったら、いつまでもへそ曲げて。あいつ力の大会で他の宇宙を救おうとしたことをトランクスがみんなに自慢したもんだから照れてんのよ。大丈夫です母さん、俺はもう分かっていますから。父さんが俺たちのことをちゃんと見てくれているってこと。そっか。それじゃあ皆さんお元気で、いつかまた必ず会いましょう。you